芝居企画テコールの今日はあなたがテコリスト第2期。今日はあなたがテコリスト、略して今日テコとは、さまざまな企画とトークをお送りするゆるーいトーク番組です。この番組はハッスル FM キズナステーション 84.0 メガヘルツでお送りします。この番組はスポンサーを募集しております。宛先は info@tecall.net 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 でお待ちしております。こんにちは。こんにちは。今日はあなたがテコリスト95回目。いやお疲れ様でした。お疲れ様でした。もういきなり冒頭からお疲れ様でした。ね、ね、今日はゴールデンウィーク真っ只中というか、もう最終日に近いのかな。そうですね、もう明日を残して、今日5月5日の子供の日ですね。子供の日でございます。はい、そこでね、ちょっとまあいつも車、スタジオの中で撮ってるのが、ね、AKR スタジオで撮ってるんですけどね、今日は。ね、こうなんか急流森林公園。ああそう、急流、うん、急流か、寮かそう。国営武蔵なんか急流森林公園っていうところに来ておりまして、ね、でゆうくんのねご家族もご一緒でございますね。そうですね、もう前乗りして、はい、で中央口に止めてるよっつって言われで、ナビで案内されたのが南口で、そうね、そっちがね僕の方がね、ええ、でじゃあ南口に着いちゃったけどどうするっていう連絡をしたら、中央口とすげえ離れてるっていうね。そうね、もうむしろここってほら子供連れとかね遊べるところが西口の方になっちゃうんでね。ねえ、その中央挟んで真反対から、そうそうそう、ほぼ西口と北口だったらまだ近いのかな。いやー、まあ変わらないけど、まあまだね、まだ北口の方が近かったかもしれないけど。え、合計何キロ歩いて来られたんですか。わかんない、何キロ歩いたの俺は。3キロ4キロぐらい歩いてんのかな。そんぐらい歩いたかな、ね、3、40分歩いたんだよ。ずっと入り口でね。なぜAKR は入らないかというと、まあまあいろいろありましょう。この公園がですね有料ということを私知らずにですね、スイカに600円、お財布の中身20円でね、もう排水の陣で、ガソリン入ってからいいやと思って、もうね失うのは何もない、何もないと思ったら、まず失わなきゃいけないものがあって入れないっていう、もうすごい、もうお父さん待つ子供のように。40分間こう入り口で待ちまして、いやー、すいません、お待たせして、いやいや、ありがとうございます。もうゆくが来ないとね、この家からもね、やっぱり同じ埼玉でも1時間20分ぐらいかかったんだ。あ、そんなかかった。あ、そっかそっか。そう、そしたらこれ何もせずに帰ることになりそうだ。そんなねえ、もうね、最初駐車場代もね、ええ、もちろん持ってなく今日はね、たまたまね、たまたまね、普段リッチメンなんだけどさ。いや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 、いやー、びっくりした。いやー、すいませんでした。いやいや、こちらこそ。あー、助かりました。いやー、あー、いい公園ですね。そうですね、風がね気持ちいいよね。うん、皆さんなんか来たことあるんですね、ここら辺って。エリアに入ってんのかな、そのいや、ここら辺は入ってないんじゃないかな。あ、そっか。うん、熊谷方面になるもんね。あ、うちから行くと、うん、そうそうそう、ね、そうか、そう、そう、標識、あ、標識じゃない、標識、標識、はい、標識で1日にですね、うち の奥さん誕生日で、あー、おめでとうございました。もうね、めでたくね、で、まあなんかお家で過ごすのもいいけども、せっかくだからちょっと出かけようかと。一体飯能秩父の方にですね、わらじかつというのがね有名で、わらじかつ、うん、なんかまあ細長い肉を伸ばしたとんかつみたいな。ちょっと広めの、そう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 、大きいとんかつってことね、うん、そうそう、でそれを食べに来たいって嫁が珍しく言ったのでね、ああ、もうそれは言ってあげないと、行ってきましたよ。で、その時に
小鹿野っていう小さい鹿の、はい、野原の野の町っていうの、小鹿野町っていうのがあるの、はい、でそこの標識もあのまあ多少曲がったのかな、なんか分かんないけども、あの通り越しての森林公園と。ああ、じゃあもうもう軽い旅行ですね。旅行でした割とここもだって埼玉の端の方になるのかな、ね、多分そうだと思うよ、うん、こっち側は本当に来たことなくて、もうね、うん、だって俺なんかはほら千葉の、ね、船橋から来てるから昨日の夜から下道でそうそうそう夜通しね、夜通し走ってね、えらいね。千葉何時間、どんぐらいかかったかな。9時半に出て、うん、あでもそうか、上走ってきたんですけど、うん、まあ、着いたの何時、11、12時前には着いてたか。あ、でもそんなんか、でもそれでも上走って2時間超えか。そうそうそう、あのね、最初ね、うん、なんだろう、西口から入ろうとしたら、はあはあ、なんかどうやら車ザーって並んでんのよ、駐車場の前に。ああ朝だからね。着いたの12時ぐらい、もう昼だね、昼昼ね、うん、でまあ並べばいいのかななんて思って並んでたらさ、うん、もう一向に進まなくて、もう、ね、前の車がどん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 抜けてっちゃうからさ、あじゃあ一緒にっつって思ってで抜けたんだ抜けて、そう、うん、中央口の駐車場まで行きましてね、そこでもねやっぱ満車満車でしたね。あそう、なんとか見つけて、こう南口、私が到着した南口、はい、割とスッス入れたんですよね。そうね、うん、意味が分かりましたね遠いもの、うん、遊ぶところの4キロ離れってそう南口からね真逆だからね、国営でけえなーと思いだよな、さすが国営だよね、うん、だからもう私なんてかっこよく南口の、はい、駐車場のその何管理してるところ、あ、はいはい、バーッつって入って640円ですって言われて帰っていいっすかじゃあ一回戻っていいっすかつって、あじゃあそっちから戻ってください、気をつけてね、はーいっつってそこでゆうくん電話いやー焦った焦った、もうまあでもよかったね、ね、合流して はるばる4キロ歩いてくれて、そうだね、またね、うん、4キロ歩いて戻ろうと思いますけれども、素晴らしい、もうねえ、ダイエット企画もね、そうだね、今着々と進行中ですからねわざわざマッチョになるよこれ埼玉組んだりまで来てもう歩くって、でもまあ、ね、いいお散歩道ですね。そうですね、うん、もうなんかもうほら見てこの木漏れ日のね、で隣には沼が、そうですね、うん、いつでも入れるっていう沼は危ねえんじゃねえもうね、うん、沼に入ってるお子様もいないけど、いないね、沼じゃなくて安全なとこで遊びなさいよというための西口なんだろうね、だろうね国営だから帰ってこないかもしれないねやっぱ動物もいるのかね、いっぱいね、動物どあなん行ったのかな、いないんじゃない、うん、あでもふれあい広場ってのがあるよ、あ本当に、うん、あ本当だ、こっち行くと何、まあご家族に会えなくなるけどそうだねあちょっと、まあ、トイレに行ってきていいですか、あどうぞ、トイレタイムトイレタイムでじゃあ一回デコール、はい、トイレから戻ってまいりましたじゃあそこピーって入れて、ピーってね、ちゃんと音切っといたから、そうですね、ちょっとお花の、ね、お罪に、ね、そうそう、男性はイノシシ狩りとかそんな、あそうなんだそんな激しいものいやーすごいな、やっぱ広いね、いやもう広いよね、ここ先ほどゆうくんは一人でポテポテと、そうですね、ポテポテじゃないですね若干の早歩きと、ああそれでジョギングを交えて、あの時間がすごい、やっぱ体力マジですね最初ねバス待ってたんですよ、うんうん、そしたらバス来て、うん、でまあ並んでた人たちがバーって乗ったらもう満車ですって言われてあじゃあ次待つかって言ったら35分後ですって言われたから歩こうとなるほど、それじゃあまあトントンぐらいかな、さ、ま、待っていってたらバスだと何分ぐらい着くんだろうね、あ、まあ早いんだ、そんなもんかな、あまあでもそうだね、4キロだもんね、そうそうそう、帰りは俺も4キロ、バスかな無料ねこれはですね、うん、お安くなっておりましてこな公園内のバスなのに片道300円になっております、おー高っ
おお。公園内無料でしょ。だと思ったんだよね。ねえ。そしたらね、前の並んでた人たちがさ、うん、チャリンチャリンってお金払ってるからさ、うん、何やってんのかなと思って。じゃあもう300円もう借りなきゃいかんね。そうですね。これさ、閉園時間が17時だったんだよね、確か。はいはい。この時期。うん。17時でじゃあ帰るわって南口に移動してたらさ、うん、全部閉められるんじゃない。出してくれるのかな。そこはさすがに大丈夫だろ。17時ですガチャンって公園からも出れなくなっちゃった。明日の朝まで待ってくるぞ、うん、あ、もうこれでね、本当に来てるっていうことが分かってもらえる。そうだね、この公園の緑茂る公園の中、本当今のところ緑しか見てないからね。見てない。俺さっき沼見た。あ、そうか、沼あったね。沼あった。中ねネズミ色だった。素敵ですね。でもあの蚊というかね、はい、コムシが待っておりますね。もうなんであいつらって目の前を飛ぶんだろうね。そう、あの目のところすごいブーンって来ない。そうそうそう、来るぞ。なんでだ。俺水辺じゃねえと思う。なんで顔だと思う。俺の潤った目をね狙ってくるんですよ。ああもう。いやもうまだ全然ありますからね。全然あるんだ。はい。あ、運動広場ポンポコマウンテンがあるよ。ポンポコマウンテン見ます。見れる。見れると思うけど、うちらはあれだぞ。ん、なんだろう、大人として遊んじゃいけない。ああ、やっぱ子供だけ。あ、クロスカントリーコース。あ、ね、素敵なバスが、ね、素敵なバスがね。なるほど、あれは300円かかる。あれ300円あれは300円かかる。普通のあのバンとかじゃねえんだ。そうだね。ちょっとこじゃれたね。ね、あの昔のクラシックな感じのバスだね。あ、そうだね。国営だね。いいのこっちで。いや、わかんねえ。あ、こっちじゃない？こっち、はあ、クロスカントリーコースだね、こっちで。そうだね。より一層クロスしてカントリーしちゃう。戻ってこれないかもしれない、うん、いやもう、 あすごいね。なんですか、あれは。あれは建造物だ。なんかの塔みたいなのがね。ね、でもトタンだね、あれ。うん、トタンだね。若干錆びてはいるけど、ね、ちょっとこうめっちゃ高いよ、あれ。お、なんだろうね。うん、10メーター近くのなんか建物が。柱だね、完全にね。そうだね、うん、なんだろうあれ。何の情報も与えない番組。今日はあなたがテコリスト。何か見つけたもんね。見つけた。なんだろう ね、 ね、途端だねって。材質だけ言っちゃった。あ、とにかく大きいぞって。ああ、大きいのがね。いやー、全然このあれ着く予感がしないね。でしょ、まだまだですよ、うん、そっか。これどっち？あっち。あっち、まっすぐだからね。ポンポコマウンテンはね、だから右みたいですけど、ね、まあ今日はポンポコマウンテンはいいかなって。あ、今日はちょっとちょっとあの俺も早く家族に会いたい。じゃあ中央口の方です ね、中央口までね、あと 1.25 キロです。おお、そっからもう1キロぐらい。あ、もうちょっとあるんじゃない。ああ、2キロぐらいあるのかな。そうだね、まあ、計2キロぐらいになるのかな。すごいね。いや、広すぎるよ。国営っていうのは伊達じゃないね。ねえ、本当にこれもうね、国なんてお金出してるだけじゃないのかっていうね。地元の管理してんのか。そう、地元の人たちが頑張って管理してんじゃないか。行き届いたね、管理をされてると。そうなって、もう綺麗だもんね。綺麗、ゴミも落ちてないしね。そう、うん、でちゃんとあの我々の歩いてるお散歩コースにね、ちゃんとねコンクリが敷かれ、そうだね、ちゃんと舗装された道がねずらーっと並んでる。そう、このあの多分カントリーコースとかがあれなんだね、はい、普通のそういう山道っぽい感じなんだろうね。なるんでしょうかね、うん、まあカントリーコースかなり過酷だ。本当になんか林というか森の中をね、突っ切る感じになるんだね。でしょうね、うん、もう十分だよ、これでももう森林浴できるもんだって。そうもうね、いっぱいだよ、もう軽く溺れてますからね、森林浴。森林浴溺れちゃった。そう、コナラの木ですよ、あれがね。コナダの木。コナラ何ですか、コナダって。コナラ
コナラ。コナラ。おならの親戚。だから匂う気ですね。怒られるだろうな。いやーすごい。この、まあ、94回目というので、はい、まあ、このまま引き続き多分このお散歩ね、せっかく来たので95回目も行くと思いますけども。そうですね。行きましょう。せっかくだからね。ねえ。ちょっと劇団のお話というか。あ、はい、なんか。この前山田まさるさんの舞台見に行って。はい、あ、悪魔の涙。そうそうそう。はい、で、同時の同じ回にですね、はい、童謡水産さんの、お三方が、いらっしゃいまして、いたんですね、トヨさんと、そう、村津さんと、で、あとかなちゃん、伊沢かなちゃんですね、そう、いらっしゃってね、ちょっとお話、しながら飲んでたんですけどね、どうでした、楽しかったですか、すごい盛り上がってね、山田勝を攻めるいじるっていう、あ、兄さんも一緒にその場には、終わった後に昼一回しかなかったのかな。あ、そうだね、その時、ダブルキャストだから1日1回なんですよね、いや、なかなかね、見応えのあるお芝居されてますよ。ああ、俺も見に行きましたよ。素晴らしかったですね。で、土曜さんに話したら稽古場も遊びに来てくださいというので、ああ、もうそれはもう来たらいいね。なんで、ほら前言ってた土曜さん乱入収録、はい、まあ、もちろん稽古終わってからね本当に乱入になっちゃう。そうだね、もう稽古中にね今の演出の意図はとかって聞いたもんね俺はこうした方がいいねとか言って、ただのうるさいやつせっかく仲良くやってるから、ね、そうですね、うん、あ、ここにもバスが。そうですよ、これはでも埋まるね、すぐね。そうよ、もう時間考えないと待ってたんでしょ、ゆうくん。ずっと待ってた一本分待って乗れなくてもう30分待ってんぞだったら歩くっつね、あ、これも中央口の方ですね。これまだですね。まだなんだ。これなんか自転車のね、なんかレンタルしてるんだよね。あ、こっからも借りれるんだ。そう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 、そう、私の到着した南口の方も、はい、レンタサイクルが、あ、ありましたね。 あります。みんな借りてこうかどうしようかみたいな。いやー、まあ借りた方が早く目的地にはつけるね。そう、ただね、うん、ただじゃないからね。そうなんだよそこもしっかりねもうね、考えた上で。ああ、でもやっぱり、まあ、こんだけの敷地を管理するっつったらね、はい、お金も人もかかるでしょう。でしょうなねああ、すごい。この水遊び場冒険コースキッズドームというところに向かうわけですね。ああ、はい。そうですね。こっちも、初めて来たからよく分かってない。そう、本当に初めて、ここ。そう。こんな森林公園があったとは。もう、ねえ、ぜひね、埼玉の皆さんは。ねえ、来てほしいものでございますよ。武蔵野？国営武蔵？うん。丘陵。森林公園か。そう、俺丘陵がどうしても丘陵って言うんじゃない陵丘そうですね、丘のあのあれなんて言うの、陵、あれ陵なんだろう、なんなんだろうね、丘陵地帯、そう、ね、福岡にね白陵っていうね、高校があったんですよ。あ、何それ、うん、強そうだね。そうあまりこの割とやんちゃな方々が、そっちが強そうなんだ部活が強いとかじゃなくて部活もなんか強かったんじゃないかそっかちょっと僕にはレベルが高すぎて入れなかったそうだね、もうさすがにね、効率とか無理でしたからねえ、この前でも久留米の方ではね、はい、ほら先々週か出演していただいた鶴さんの、鶴ちゃん、うん、ああそうか、のお母様がね聞いたと、福岡でそして、あ、長崎の方ではね、私の嫁の一族が聞いているという。意外とそうなんですよね、はい、九州の方って流れてる聞いてる方が多いんですよ、ね、あー、それ、いやー、でもすごい、あ、開けてる、あ、このお花もね、お花があそこにちょっと咲いて、本当だね、ちょっとだね、うん、咲いてますね、綺麗ですね。カメラ趣味の人だから、ああいうの楽しいね。ああ、はいはいはい、今見たお花がずらーっと咲いてるところが西口にあるんですよ。あ、そこら辺まで行くわけですね。そうですよいや、まだ全然見えないもんね。あ、でももうツツジは見えますね。ツツジ見えてきましたね。
あれ、あの、たまにさ、ツイッターとかで流れてくるんだけどさ、はい、ツツジの蜜って知ってた？え、なんか知らない、知ってないよ。あ、そう、あれも地域なのかね。え、な、地域だと吸えるの？あの道歩いてたら咲いてんじゃん、はいはいはい、あの分かったとか、ね、あります、あります。あれ花ピッて取って、まあ、壁とか全部下を抜くのよ。で、はい、花びらのところチュッて吸うとちょっと甘いのが。あ、そうなの。うん、で、それやってる人がなんかあのツイッターで言ってたのは、はい、そんなこと誰もやんねん、お前だけだよって言われてたけど、やってる方リツイートお願いしますみたいな。やってたと思いながらリツイートしなかったけど裏切るな吸ってたっす。一時期だって学校で問題になったんだもん。あの、え、なんで路肩のみんなが吸いすぎちゃってなくなっちゃうの。管理してる人たちがやめてくれと。で、あれ、後で聞いたらツツジの花びらかなんか毒らしくて、え、だから、花びら食べちゃダメだっつって。まあ、食べないよ、ね、食べないんだけど、うん、吸うんだもんね。そうそう、吸っても本当にペッて捨てちゃうんだけど。それはでもね、育ててる人にはたまったもんじゃないと。ね、ツツジがないじゃないかってなっちゃうからね。え、なんじゃ、それも吸えるわけ。ああ、そうだね、これの花の何根元のところ、はい、もう僕大人だからしないけど。あ、そうなの。子供は昔はしてたけどね。あと なんかのね、よう草食ってたね。草食ってた。うん、雑草ってこと。そうで、うん、なんかのちょっと太めの雑草の中のやつで、はい、ちょっと赤っぽいなんか茎みたいなのがあるの。お、それをパキッと折ってそこをしゃぶるとちょっと酸っぱいとか。酸っぱいんだ。酸っぱいのよ。あ、それ大丈夫なやつなの？わかんない。わかんないけど。誰かが食ってうまいってなったらもうただただ広がるから。あ、すごい。こんなところに。これあれでしょ、ミノムシの元ですよ。あ、釣られてんだ。そうそうそう。あ、ミノム綺麗にくるくる回って。そう、あれがそのうちいっぱいね。あのプランって、あの、いや、草というか枝をつけてこう、あの、そうですね、ミノムシの形にザーッと。そう、でも昔ね、ミノムシがすげえ、あの、はい、川魚を釣るのにいいっつってね。ミノムシで、うん、あんな糸細いのに。そう、 あれがね、結構中で成長してそこそこ太くなるのよ。あ、そうなんだ。で、とりあえずミノムシ全部取ってきて、もう実になってんだよ。はいはい。で、あの、ハサミで実を開けて中だけを取る。作ったのに。で、針刺されて川に沈められるって。散々だ。で、重いのが、あの、そんなに釣れなくて、最終的に数十匹の余ったミノムシを川に捨てるっていう、ただのなんかもう自然破壊で。いやー、たまったもんじゃなかったですね。ミノムシの身としてはね。ゆっくり余生過ごさせてくれしてんの。まだ大人にすらなってない。今からなるよっつって ね、あれ、サナギみたいなもんでしょ。そうだね、固めてよ、丸固めてよって言ってるところ、ビーッと取られて、おやっあれ、外が見えるぞっつって。おかしいなーって思いながら、わっつって水の中じゃねえの。カポンカポン。たまにカプって行くのかな。ね、だったら釣られてほしいよね。そうだね、はあ、あそこはうちの近所のね、入間川というところでね。小学校の頃は川釣りをしてたけど、川釣りはやっぱ山まで行かないと釣れた、なんか釣れるイメージがないね。あ、やっぱ違う、うん、やっぱ山と下では、うん、だからそれこそここら辺とかだったら、うん、あれじゃないの、イワナとか取れるんじゃないの。あ、山の中とか、うん、あ、そういうね、川釣りはやりたいよね、うん。だってこれ今通ってるところ道路挟んでるもん。まあね。あ、もう本当に真逆で、よー、ゆうくんが拾いに来てくれた。もうここでやっと中央橋だからね。本当だね、中央橋だね。中央なんですよ、この国営の公園の。広いよ、全然つかないもん。まだなんだね。あ、バスですね。あ、バスです、これが噂の。あれでもやっぱ綺麗ね。あ、南口西口をつないでいらっしゃいますね。はい、あ、でもようやく南口から今2キロ歩いてきました、ね。あ、これで2キロか。はい、長いね、2キロ。長いんだよ。すごいよこれで。まあでもそろそろじゃあ着く前にあれですかね。あ、はい、あ、本当にあれだ。半分ぐ、あ、半分よりかは行ってるか。
ね、でまあもうちょい、ああ今のと同じくらい歩くとと着くんだね。そうだね、わんぱくな子供たちが、あ、愛しい家族たちに、そうだね、水だ水だっつってみんなでバチャ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 水をくれっつ遊んでるわけですね。ああサイクリングコースが見えてきましたね。そうですよ、あいつらずるいんですよ、金さえ払えばいいと思ってそりゃそうですよ、自転車でガーってやっぱり、ね、世の中もねこのお金僕みたいにね20円で乗り込んじゃダメなそうだねいやもうちょっと入ってるイメージあったんだけどね。あ、そうなんだ。コンビニ行く前に一回こうカポってお財布開けたら、ええ、あ、昨日使ったわと思って補充し忘れそうあのほら基本持ってると使っちゃう派だからあ、酔い越しの風邪があったやつですね。そうなのよ。だからまあね、結婚すると奥さんもいるわけでそんなこと言ってられないというので、管理はもう全て奥様に、あ、はい、それがいい、はい、やってたら20円だったというなんかこのゴールデンウィーク中はどっか行ったんですか？あ、行きましたね、勝浦の方に。お、ええ、海ですね。海です。みんな知ってますかね、あのね、ホテル三日月っていうホテルがありまして、いいところじゃないですか、ええ、勝浦にどうやらそれがあるらしくて、ほうほうほう、って行ってみました。ほう、いや、いいところでしたね。な、何泊？一泊です。一泊二日で、はい、あ、まず海が綺麗じゃない。あー、そうなんだね。でもあの時間もいい感じになってますよね。あ、本当ですか？もうそんな時間ですか、うん、はい、じゃあ、94回目はこの辺で、はい、はい、じゃあ若干の息切れがね、歩いてるからね。そうだね、うん、まだ着かないからね。ねえ、95回目まだついてないんじゃないかな、ね、ついてからやろそうだね。じゃあ1週間歩きますのではい、はい、じゃあこの時間のお相手は芝居企画テコール AKR と斉藤優でした。はい、ではまた、バイバーイ、バイバーイ